全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、3番スリムチカ、この馬が行きました。14番モコモコグレイ、先頭に入れ替わります。その後は5番モコガリレオ、4番ミニアミニー、後位につけています。外を抑えて6番アメリカンシスター。各馬第1コーナーをカーブしていきます。3馬身相手、2番シノ君、1番人気1番インパストミュー、この位置。続きまして9番アシゲルゲ、10番マリオス、この辺りが中段。続きまして15番ドバイユーイングス、11番サリーファクト。2コーナーを抜けて向こう正面、3馬身相手、7番トシガイア、少し差が開いて17番サクセスボイス、内側13番ファインファラオ、外から16番カメハメハハ。 1000m の通過タイムは1分1秒2、内から8番サイレンスガール、外を抑えて12番ソードバンブス、少し開いて最後方18番スイッチユカコ。ここから先頭までは10馬身以上、先頭変わってモコモコグレイ、さらに5番モコガリレオ、4番ミニアミニー、後位をキープ。後ろに6番アメリカンシスター、少し差が開いて2番シノ君、各馬大欅の向こうを通過。1番人気インパストミュー、ここからどういった競馬を見せるのか、これを見るように外側3番スリムチカと、外を抑えて9番アシゲルゲ、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線コースに向いた、若干リードはモコモコグレイン、400を切って先頭モコモコグレイン、その後ミニアミニー、モコモコグレイン粘る、かわして2番手アメリカンシスター、先頭はモコモコグレイン、 200m を通過した。モコモコグレイン粘っている、モコガリレオここから追い上げる、モコモコグレイン先頭、モコモコグレイン逃げ切ってゴール、勝ったのはモコモコグレイン、鞍上は戸崎啓太騎手、モコモコグレイブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着モコガリレオ、3着インパストミュー。